留意、トルーマンを破るの記事を掲げるトルーマン。この他、同じ場所で撮影された写真が複数ある。留意、トルーマンを破るは、1948年11月3日付、シカゴデイリー・トリビューンがの一面に掲載された、誤報記事の見出しである。1948年、アメリカが衆国大統領選挙において、当時現職大統領だったハリー・エス・トルーマンは、 有力候補と目されたニューヨーク州知事、トマス・イ・リューイを破った。再選を果たしたトルーマンがこの記事が掲載されたトリビューンを手にして、笑顔を浮かべる写真が撮影されたことで有名になった。この記事の悪評は、トルーマンがミズーリ州インディペンデンスの自宅からワシントン DC へと向かう途中、セントルイス・ユニオン駅にてトリビューンを掲げて笑顔を浮かべる姿を撮影されたことで、 世に広く知られることとなった。トリビューンは民主党の大統領候補者だったトリューマンをアホーと評したこともあり、極めて共和党寄りの新聞として知られていた。60年後にトリビューンが掲載したこの語法に関する解雇記事によれば、トリビューンがトリューマンに対してそうしていたのと同等程度にトリューマンもトリビューンを見下していたのだという。 1948年の選挙の約1年前、トリビューンやその他シカゴ地元市と契約し、ライノタイプを運用していた印刷業者において、タフトハートリー法への抗議のためのストライキが起こった。同時期、トリビューンでは、ライノタイプを用いずに、通常のタイプライターで元記事を作成し、これを撮影した写真をもとに印刷版型の作成を行う手法を採用した。 この手法では、従来よりも数時間早く元記事を印刷所へと引き渡す必要があった。トルーマンとデューイ選挙当日の夜、東海岸各州のほとんどの投票所からの開票報告さえ依然として届かぬ中、トリビューンの選挙補最初の号に掲載する記事の提出締め切りが迫っていた。そのため、トリビューンでは、ワシントン特派員で政治アナリストだった。 アーサー・シアーズ・ヘニングの予想に基づいて選挙結果を報じる記事を執筆することになった。ヘニングは過去20年間5回の大統領選において勝者を4度的中させていた。当時の世間一般で語られていたところと各種世論調査によれば、留意の勝利は決して避け得ないものであり、彼は容易に勝利を収めるであろうとされていた。そのため、トリビューンは 第一版において、デューイ、トルーマンを破るという見出しを掲載したのである。ヘニングが執筆した記事は、上下両院における共和党の優勢確保にも言及していた。記事では、昨夜の大統領選において、デューイとウォーレンは圧倒的な勝利を収めた。当初の開票速報は、西部州及び南部州において、共和党候補者が一貫してトルーマンとバークリーに、 優勢であることを明らかにしたとされ、さらに、この兆候は、最終的な開票において、留イが、選挙人投票の圧倒的多数を得て、大統領選に勝利することを示唆しているとした。その後届いた各地の開票報告が接戦を明らかにした後も、ヘイニングは、自らの予想に固執し、留イの勝利を報じる見出しが掲載されたまま、数千部のトリビューンが印刷された。 トップ記事が地元の投票結果を強調し、全国的にはデューイのリードが小さくなりつつあることを示す内容に書き直されても見出しは変更されなかった。夜遅くになってから特派員らによるデューイの勝利の確実性についての問い合わせを経て、トリビューンは第2版のための見出しを民主党が公職を接見に改めた。この時点で、 およそ15万部が誤った見出しのまま印刷されていた。結局、選挙人投票の結果は303対189対39で、トルーマンは、デューイとストローム・サーモンドに勝利した。ただし、オハイオ州、イリノイ州、カリフォルニア州における、一般投票で1%未満の変動があった場合、デューイが勝利を収めていたとされる。民主党は、 大統領選に勝利しただけではなく、上下両院での優勢も確保することになった。フェルディナンド・マゼラン号にて、トリビューンを掲げたトルーマンを撮影する、報道関係者ら2日後、トルーマンが、セントルイス・ユニオン駅で、ワシントン DC に向かう、大統領専用車両、フェルディナンド・マゼラン号に乗り込もうとしたとき、誤った見出しの乗った第一班の、トリビューンを渡された。 見出しに気づいて喜んだトルーマンはこれを掲げ、駅に集まっていた報道関係者らの撮影に応じた。1966年にトリビューンが掲載したヘニングの追悼記事ではこの一件について触れられていない。伝えられるところによるとトリビューンを手にしたトルーマンは私の聞いた話とは違うなと言いながら笑っていたと言う。数年後にはトリビューンも この一件を笑い話にするようになり、1948年大統領選25周年を記念して、ルーイ、トルーマンを破るの見出しを元にした名板を作成し、トルーマンに送る計画を立てていた。しかし、1972年12月26日に、トルーマンが死去したため、実現しなかった。この選挙について、誤報を掲載した新聞は、トリビューンだけではない。 11月3日付、ザ・ジャーナル・オブ・コマース紙には、留意に期待する事柄に関する記事が8つも掲載されていた。見出しの一つは、留意の勝利は、政府とビジネスの調和した、新時代を開くための二託であり、国民からの信頼であろうというものだった。ありがとうございます。